勝ったり負けたりするかもしれないけれども、この強い気持ちがあったら絶対最後強くなるはずだから。公式戦ね、本当に沖縄から九州、全九州、すべての公式戦無敗でここまで来れたこと、とても誇りと思います。おめでとう。この1年ね、本当に負けないことがプレッシャーで、苦しいこともいっぱいありましたけど、やってきたこと間違ってなかったな、このチーム、本当に強くなったなって実感しました。去年とまた違って、去年の全国大会とは違って、いろいろ注目されながらの中の、大会だったんですけど、それぞれが本当にいつも以上のパフォーマンスをしっかりしてくれて、満足して、コーチとしては中学校に送り出せます。また中学校もね、厳しい戦いいっぱい待ってると思うけど、とりあえず、本当にここまでお疲れ様でした。ここまでね、連れてきてくれてありがとう。コーチとしてもとっても勉強させてもらいました。いつも一生懸命楽しくバスケットやってください。本当にお疲れ様でした。6年生、これで卒業式とか終わっちゃったけど、全国大会も終わったけど、6年生、本当にこの無敗で終えたってことは、これから先の人生もとっても誇りに思うはずだから。下向かないで、しっかり前向いて、これからがスタートだから、これからの活躍、これからも変わらず応援しているので、何か困ったことがあったらいつでも助けてくれて、とってもいいチームになったなと思います。後輩たち、先輩たちの姿、よく見たようです。勝ったり負けたりするかもしれないけれども、この強い気持ちがあったら、絶対最後強くなるはずだから、またコーチ陣、お父さん、お母さんたち、選手、力を合わせて、また沖縄チャンピオンになれるように、みんなで頑張ろうね。はい、作り笑い。